静電容量スイッチ、または静電容量式スイッチとは、スイッチに設けた金属製の検出パネルと人体によって構成されるコンデンサの静電容量変化を検出する原理のスイッチを言う。検出した結果は電圧の変化として出力するものが多く、機械的な断続接点を持つものは少ない。競技には人間が操作し指が触れることを検出するスイッチを、 さすが、感度を高めることによって人体のみならず他の物体の接近を検出することができ、講義にはそれら静電容量式近接スイッチを含む場合がある。タッチスイッチ、タッチセンサーなどとも呼ばれる。静電容量変化を検出するために、電子回路を内蔵し電源を必要とする。そのため他の電子回路に組み込むことが容易で、この用途では、 機械的な断続接点を持たない場合が多い。一般には、エレベーターの操作用が馴染み深い。感度が悪くなるが、検出金属板を露出させず、合成樹脂などで化粧したものもある。コンピュータ用キーボードの高級機種や、業務用機種には、打鍵時の静音性と耐久性を求めて、機械接点式に変えて、静電容量スイッチを、キースイッチに採用するものがある。 この場合は指を検出する機構ではなく、キースイッチ内部の打鍵ストローク変化を静電容量変化として検出する。ありがとうございます。